はい、ということで次のロケ地はいよいよ透明人間と戦う男、お会いできます。いやちょっと楽しみですね。透明人間と戦う男、なぜ戦っているのかを教えてもらおうと思います。怖いですね。超パチムで人を殺すのがいいからですね。はいはい。家はじゃあこちら。家はいいや。ああ、なるほど。まだちょっと登りますね。はいはい、すごいですね。もういきなり。どういうことなんですか。なんかすごいこうヒルズみたいになったから。ちょっとすごい日が撮ってるのかなと思ったらですね、そこからこうやって行ったんですよ。はい、ダメなの、もう上に行っちゃったんだよ。あ、上に行っちゃった。あ、いやでもすごいですよね。これをよくすぐとすぐではないですよ。伏線路の向こう側だと思ったらマジで。ちょっとみたいな。あのね、さっきの教会のところかな。やる気慣れてますね。地元感覚。自分で家建てて。ここから下がるんですよ。あ、家は。あ、伝説の福永さんの。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。え、まあ誰かに一人行ってもらえば。ちょっと自分は行きます。上から下か。大丈夫、入ってます、ちゃんと。はい、え、危ないダメなんだ。すいません。福永さん、どこから入ればいいんでしたっけ。そこ、あー、あー住んでる人が危ないんですよ。はしごがね。この間あれで行ったのかね。今日このパターン多いな。今日このパターン多いですね。人んち来るのにこれでさ、これお前だと。だいぶ上手になりました。すごい、植木が突破になってる。もうちょっとどうも、こちらが角田と申します。どうも。格闘家の方。格闘家。名前は菊田と申します。菊田。はい。めっちゃ気持ちいいですね。ああ、ドラマ。ありがとうございます。ありがとうございます。これでこっちに。あ、これ大丈夫。ありがとうございます。大丈夫ですか。はい。ちょっと待って、あ、ここ入って水、大丈夫です。ここですか。はい。ああ、そうですか。はあ、すみません、ありがとうございます。あのね、要するに透明人間が、はい、はいはい、やるのだよ。顔、この季節でも顔だけじゃないの。虫とかですか。あの、蜂、蜂、それからいろんな昆虫伸ばすの。正確に来るよ。あ、呼び寄せる感じで、超音波でこうコントロールして、狙いがピシッと来るんですね。やっぱ超音波なんですね。耳と毎日やられてるよ。本当に撃退するのと、はい、中和数によって、はい、予備するのと中和数があるみたいな。はい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 。だからその
予備乗せる周波数で集めといて、うん、自分のところ持ってるのが懐がなんか鉢とかなんか蚊はいつもこうすごいよ正確に来るよピュー、本当だ来てますねやっぱり。あそこで寝てもらってるでしょ、そのあ下にいた時ね、こう向こうのドアから蚊なんかガーみたいなの入れといてさ、まっすぐ水平に持ってきて俺のコーヒーがバチャ、もうそれ もうコントロールしてるんですか。コントロール、すごいもん。だから蜂なんかふわっといつもふわっと出てきて、こうぐるぐるぐる俺の周りを、回ってさ、でビュッとそれをコントロールしてるの。あの周波数でね。透明人間と、福永さん、ちょっと簡単にお話ししていただくことはできますか。あのね、俺は知らんけどさ、その、犯人っていうのあんたと同じ名前だ、黒沢、黒沢、どうもやつは俺のこと知ってあるんだな、前から前から、あのこの山の向こうの安納市にいたんだから、もともとはもともと川の向こう側が、あのその近く10分岩沢っていうとあのものすごい古い借家にいたのよ、ね、その頃からやつは俺のこと知ってたみたいな、俺は知らんよもちろん、この人来たことないんだから、部屋の中丸見えだよ、しかもかなり正確に、しょっちゅうやられてる。それと、麻酔銃、麻酔銃、これであればいいよ、あんなもんね、埼玉警察署にこの大前5月頃行ったら、なんて言ったと思う、透明人間って分かってるのよ、大前からずっと前からだけどね、一人のために金使えないって言って、そんなバカな警察あるかよ、役立たずですね、役立たずよ、田舎の警察ってこんなもんかもね。ああ、やっぱしそうなんだな。田舎の警察ってこんなもんかなと思ってさ。結局警視庁ならやるだろうね、動くだろうね。警視庁の科捜研なら動くだろうね。はい、頭が違うもんな。うん、刑事課は出てこないんだよ。鑑識課のさ、近藤さんというとかさ。鑑識課。ああ、なんだよ、裏技じゃねえかとかさ。思ったけど、それであんま一応はないじゃん。それで言う何言ったかと思うと、個人の意見通らないんですよ。あった。なんとかならないの。これでね、刑事課ってな、ここで物証がないからって、ほとんど動いてないね。そのうちにな、部署移動とかさ、移動になっちゃってな。いなくなっちゃう。いなくなっちゃうな、あの4年ごとにほら。まだ今もこの近くにいるわけですか。大体もうな、俺にまとわりついてるから。だからうっかりしたことを喋りたくない。なるほど、聞いてるんですね。聞いてますよ。まあこの CT 内入らなければほら何言ってるか分かんない、とにかくな、信じられないかもしれんけどな、あそこに俺の車あるでしょ、はいはい、あのバンパーに乗ってつけてくんだよ、頭が、もう人間の頭じゃないの。例えば犬っていうのはさ、夜中でも寝てないじゃん、近づきはむくっと起き上がるし、ワンワン吠えるしね、つまりああいう仮眠状態でいられるんだね、他の動物っていうのはね、アルミの馬っていうのは立ったまま眠るじゃん、ね、まあゾウはこうやって寝るみたいな、要するにヤツの脳っていうのはそういう脳なの、透明人間の脳ですね、脳がそういう状態でいられる、あの仮眠状態でいられるのな、もともと生まれつきそうだろうね、多分ね。だからじゃあ人間とはまたちょっと違うんですか、普通の人間とは。いや普通の人間ね、あ二重人格だな、二重人格、あんな邪悪な人間に一人しかいないよ、もともと科学者とかだったんですか、ね、違う、西武バスの小平の営業所に事実だな、科学者はあんな関係ない、だけど鍵開けのプロだった、鍵開けのプロ、まあ鍵屋じゃないけどね、鍵も開けられるね、とにかく人の家に入ってくんだから、下にあの堀江さんのところあったことないんだけど、俺らの国であの医者がいるんだわ、全然会ったことないんだけど、あんまりこの自宅にいないみたいだけどね、そこの家は何回も入られたらしくて、で、あのセコムと契約してるんだよね、セコム入っててもダメなんですね、なんも関係ない、ほんで
まあ他にも、まあみんな知ってるわけ、人の家に入ってくるっていうのは、うんうん、もうみんな知ってるわけですよね、誰が透明人間かっていうのは。いや、透明人間ってのは俺が言ったから分かってるのよ。ああ、もちろん、うん、書いて、うん、それなんだよ、俺のこと。俺だってさ、最初やられてとにかくさ、うん、監視カメラ4つやったんだから、俺へぇ、やられてても映らないじゃない、透明だから、うん、いや、こういうね、まあその十何年前の話ね、ここにアトリエがあったわけ、俺、はい、まあ、昔の家知らんと思う、アトリエ作ってアトリエで絵描いててさ、うん、嫌がらせがいっぱいやられるわけよ、うん、その現場にいないとできないようなこと、はい、おかしいなと、ほんでひょっとしたら透明人間みたいなのがいるんじゃなかろうかと、うん、と思い始めたの、はい、そいつらは俺は東京新聞撮ってるから、東京新聞のところに透明に夏落ちが可能だって記事が出たのよ。函館大とそれから富山県立大の2人の教授が、はい、で、まあ、開発というか、ハリー・ポッターみたいな、うん、あの透明なマント、透明マント、うん、透明マント、理論的には可能だっていうことが、はい、っていうことが載ったわけ。 あこれだと思って新聞の記事と切り取ってさ、あのその頃昭和狭山警察しょっちゅう言ってたから、それで土屋さんもどこら偉いことになるわそんなものが現実になっちゃったらどうしようかね、どうしようもないのって言ったら、それでからもちゃんと狭山署は生活安全課から刑事課に行ってない話がね、だけど透明人間だっていうことはもう記録になって、はい、でなってた。だからそんな止めんやんと俺は言い始めたろうな、うん、それは別の話 で、うん、でも今はもうみんな下の連中は見知ってるわけですよね。いや俺は看板出したからよ、はい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 、看板出さなきゃ知らない、でもビビり上がってるからみんな口つぐんで、はい、ああみんな透明人間に何かされるんじゃないかっていう、透明人間じゃないよ、あんたと同じ黒沢っていう名前やつね、怖いから何されるか分かんないから、そうですね、現地の俺に火つけられたわけだ、頭おかしいやつ、ね、だからみんな黙って、うん、そんな人いません、いるって言うと嫌がらせがある、なるほど、ね、口を黙らせる。これ何年前か分からないですけど、まずこの土地っていうのはご購入された形ですか。そうよ。どっからどこまでが、なんかえらい広いんで、で山ってなんか買えるんですか。なんか買えません。買えない。今ここ家建てられない。今は建てれない。昔は。俺が建ったんじゃないんだ。昭和40年代にいっぱい売ったんだと、西部会あの開発とか。あの住宅とかさ、はいはいはい、あの別荘に使おうと思って、はいはい、みんな買ったわけ。はい、東京の人らいろいろ。はい、その後に、はい、入間市が県から金が欲しくて自然保護区にしてた、みんなパーになってた、家建てられなくなってた。でここの持ち主だけが入間市役所にねじ込んだが、私がさっき買ってた基礎権があるから許可下ろしなさいよとかさ、強引に許可下ろさせて建てたらしい。結構広いですよね、なんか土地がめっちゃ広いですね、まあ、それは広く見えるだけなんだ100坪ぐらい100坪、うん、結構広いですね。結構広い。いやそれでまあ市もまあ住むっていう条件で、はい、10年近くは住んでたんじゃない。あ、そうなんですか。みたいよ。でもその後のもう20年以上働かしで、うん、草ブー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 下から見えなかったよ、家があるなんて、うん、それで年も取ったし手放すってことだったんじゃない、はい、で最初は高いこと言ってたらしいの、あの専門隊の2年まで、はい、だんだん回転がないからだんだん下がっていたんだね。あ、それで俺はこんなとこ来たことないし、はい、別に探してたわけじゃない、はい、あのここもさっき言った元カジっていうところの駅前に、まあ、俺みたいな、はい、初等科のおばちゃんがおって、はい、でそこへしょっちゅう遊び行ってたのね、はい、で行ったらさ、あんたはこういう物価が出てるから買っときなさいよって言うの、はい、買っときなさいって俺が一番金あるわけないじゃない地獄になるわけじゃない。あんたが応援してくれてる友達からは買ってもらえなさいよ。だからそんなことむちゃくちゃ言ってね、うん、お寺ね、はい、300万じゃない、300万、うん、もうすぐ住めるの、シャーマンって英語の水洗便じゃない。あんなそんな物件があるわけないでよなんて、あの俺は前妻のに言ってうさーとか言ってた。嫁さんの親父とさんが
俺みたいな貧乏絵描と結婚してるからね。あのまあ他にも姉妹3人なの、はいはい、うちの嫁さん一番せっこい、はいはい、であの分筆で300万、はい、でそれをさっき言った俺を応援してくれた友達が120万出してくれた、はい、返さなくてもう死んじゃったっていや、じゃあ、そういう意味じゃないよ。あ、そういう意味じゃなくても、うん、いいよって言われたんですね。いや、あの、はいはい、出すって俺が言って、はいはい、俺はもうね、素晴らしい友達ですね、それしかし。亡くなっちゃったよ、なんか。スポンサーみたいな、応援してくれてる。スポンサーではないけど、はい、あの昔俺、中野の鷺宮辺りに住んでたから。おお、近いね。中野、うん、僕らそっちなんですよ。あ、はい、あの若宮っていうところ。あ、若宮、はい、はい。ここで、野方の飲み屋にね、はいはいはい、飲み屋があって、ふみっていうばあさんがやってた。そこで知り合った友達。片倉さんって言うんだけど、北海道出身の。はいはい、で、まあいろいろ、あの、ほとんど、はい、あの、講談社の仕事やってて、で、女子出た女性3人とで、会社立ち上げてて、なるほど、ポイントラインって会社。それで、よく覚えてますね。覚えてますね。これぐらい覚えてね。すごい。それで、ずーっとね、応援してくれてたの、物心両面で。スポンサーではないよ。はいはい、いい方ですね。あ、飲み屋の知り合って。はい、でね、俺その店行くと、殿下っていうあだ名って言うね。殿下殿下。はい。誰、野内ってね、テレビ東京のディレクターがおってね、で、飲みの中で、昔、三笠の宮なんて、ヒゲの殿下っていうのがいたの。あれにちなんで、俺のこと殿下殿下言い出したらさ。で、野内ももう生きてるから、あいつの死んでるか知らんけど。で、片倉さんって言うんだけど、はい、うん、電化貯金っていうのがあってな、違う。電化貯金、うん、俺を応援するための貯金ってのがあって、すごいす。俺がアメリカ行った時もいくらか出してた。アメリカ、アメリカ行ったよ。それからヨーロッパ行った時も出してくれて、その間ずっとあの辺りから5万円ずつずっと入れてくれてたんじゃないかな。じゃあ俺が出そうなんて120万出してくれて。いや、すごいですね。必要ないですね。これで返せよなんとか言ってたけどね、元からさ、まあ返す金もないじゃん、なぞってきてて、ね、ほんで癌になって亡くなっちゃったのね。今おいくつなんですか、失礼ですが。昭和何年生まれ。昭和17年。17年ですか、はい、おー、若いっすね。70。なんか肌ツヤいいし、なんか、なんすか、その年齢だとは思わなかったです、ちょっと。はぁ、しょうがない。80近いってことですか、もう。来年80やな。なんか元気そうですね。あの普段の食生活とかをちょっと聞きたかったんですよね。朝とか今って何を食べてるのかって、昼とか夜とか。朝は何味噌汁にいっぱい入れてご飯と。味噌汁とご飯、うん、それからあの今はね、はいはい、お魚ソーセージを刻んで。あ、はいはいはい、お魚ソーセージにジャコをかけて、はい、いい肉をかけて。あ、そうそう。片一方はさ、この時はね、ナスを刻んで、ナスにあのタクガン混ぜて。うまそうですね。あ、朝飯それで決めてるの。あ、いいっすね。定食。はいはい、定食で。定食。定食。朝定食です。いやー、あの、昼はパン。パン、パン2枚と。パン食パン2枚買ってくるパンです。買ってくる。あの、食パン2枚と。なんかつけるんですか。あ、それはあのマーガリンとか。マーガリンとか。それからリンゴ半分とバナナ1個。なんかバランスがいいな。バランスいいですね、うん、それちゃんと安い。昼はそれ、はい、それから夜はまあいろいろ、はい、今日はね、あの安くていいから、はい、卵のスードンで食っといて、はい、ご飯をちょこちょこっと食べると。今日はそれでいこうかな。へえ、安くて早くて、うん、あのいいかな。栄養とお腹にがいっぱいになればいいんだから。とにかく俺年金7万円弱だからね。年金出てるんですよね、うん、それしかない。それだけですか、うん、で電気とか代とか。電気それでも来てる。来てるんですよね、うん、ちゃんと。へえ、それは前からその前の人が引いてたから。ああ、なるほど、うん、で7万円ってもう7万円で余るんですか、余らないですか、もう全く使っちゃうんですか。だから2つで14万円。14万、うん、でそこから5万円貯金して。ええ、そこから5万円貯金して今、うん、すごいですね。5万円貯金、うん、これでその残りの金で、はい、2つで食費3万でやろうと、はいはい、で他にいろんなこと買わなきゃいけないから。あ、単純検査で言えば5、6の30、30万貯めてる。30万貯めてるんですか。去年はそんな感じに行ったの。すごいですね。
ほんで、いろんなもん買うてよ。いろんなもん買わねえ。なるほど、なるほど。あ、そっかそっか。嫁さんが残したのはたった200万の金で家建て替えよっちゅうんだからね。はい、残した200万。うん、まあいろいろあって、はいはいはい、子供たちにもね、800万あって、4人、子供3人いるから、はい、お父さんにもあるよって言われて、それで、ああ、じゃあ家建てればええわかった。自分でやればできるだろうって。感覚で作ってるんですか？昔作ったことがあるわけじゃないですよね。いや、俺は感覚で。感覚じゃないよ。じゃなくて、あの技術を持ってるってことですか？うん、持ってる。あ、そうなんですか。あの高校行けなかったからね。はいはいはい。運よくさ、木工所みたいな小金井とか、ああそういうとこにいらっしゃる、ラベル作ってる、はい、すごいね、住み込みでね、はい、運よく学校行かせてくれたね、はいはいはい、そこで4年間住み込みだった。うーん、だからカンナを使えるし、ああなるほど、そういうものは な,、はいはい、なければ、はい、無理ですよ、無理じゃない、はいはい、なるほど。で今楽しみっていうのはそのた、まあ、叩かなきゃいけないっていうのはあるんですけど、どうせ一日を 何日かで一回一年でこれ楽しみの時間というかありますか？楽しみ、うん、家を作ることですね。日々楽しいな。おお、いい言葉ですね。じゃあじゃあバイオリンのほら今さっきもう一回6曲目でかかってるから。あ、音楽ですか？バイオリンの。あ、そうなんですか。うん、なんか6曲目の作曲には変わってる。作曲？うん、サブ作曲。あ、そうなんですか。したの。そうやってるんですか。作詞もされる。行きたいな。ダメですね。いや、ダメなことないけどね。あの、さっきも言ったように、はい、違う。捕まえること考えてくれ。あ、まず、まずは。どうすんの、これ、取材して。いや、出すしかないですね。え？出すしかないですね。どこへ？ YouTube に。もういいわ。あんたの地位なんかもうろくでもない。ほら、送ってきたから彼が持ってきたの。あんなもん5分か10分来てからババーって書いて、そんな記事かよってよ、うん、あんたの雑誌が。俺のことなんか全然分かってないだろ。まだ分かってないですね。深みも何にもないしさ。あんな記事いらねえよ。うん、ちょっとあの、お、嫁さんのブロンズを見つけたんだ。あ、はい。それから捕まえる方を考えてくれ。はい。何も見てんの。どういう取り合わせ？これ冷たい。はい、どういう取り合わせ？まあちょっと、はい、どういうと、あのね、はい、結局アメリカ大使館あたりじゃなくてアメリカな、ハバナのアメリカ大使館の気持ち悪くなって、ああいましたね、はい、それを俺やれてるから、マイクラで、うん、同じ状況が真っ暗で、うん、この間あの新聞載ってたけど、だからそいつ捕まえれば分かるわけ、こいつを捕まえる、だから切り取ってあるので、ええ、そういうのもでもアメリカ大使館に出して在日米軍でやってくれて、ちょっと来れば、はい、1年かけて剃った、一人で。すごい。うわー、すごいな。これが残ったからね。はい。うん、まあなんとか我慢してるわけよ。はい。これが燃えてたら、それをどんな殴り込みかけて。はい、うん。それぐらい行かなきゃ警察動かねえな、結局は。イスラエルのモサドあたりが来て捕まえてくれるかな、ないかな、と思ってんだけど。イスラエルの、うん、確かに。うん、あいつら世界中動いてるじゃん。そうですね。はい。ここだけ残ったから。なるほど。絵もブランドも、いろんなブランドも、うん。素晴らしい。いろんなデッサンも。はいはい。デッサン、油絵、
それから商品のブランド、はい、はい、うん、大体100点はないな。あ、そうです。80点はあるですね、うん、うん、症状が大体重さ80キロぐらい。80キロ、うん、100キロ、ね、まあでもそれぐらいありますよね、80キロ、はい、だからローを燃やさないかんから、はい、3日間ぐらい釜でも、それが辛かったよね、はいはいはい、年だし、はい、ほら徹夜せないかんじゃん、はい、それが一番辛かった。ありがとうございました。おお。超音波が紹介して、あ、水上君調べてくれたか。まだです、レーダー、あの1週間の間でちょっとまだレーダー見てないんですよ。すいません。いや別にそこの会社じゃなくてもほら、もういっぱい何社かあるわけじゃない。ああ、そうそう、伝統園の代わりのものとかほら、土の中をあのサンゴリアとかさ。オーダーメイドですか、レーダーは。違う違う、だからその電池でさ、はいはい、やれる電池駆動のもの、そういうものを作ってくれるかどうか。ああ、で話しに行かないといかない。すいません、まだ見てないんです。自分で動かなきゃそのつもりです、そのつもりです。いや違う違う、何もしてこないから警察が。ありがとうございます。